キーパイの慶和学園大学の学生たちがお送りする慶和ランチ、今回はなんと初の夏休み特別版でお送りしたいと思います。はい、じゃあ本日の MC はですね、珍しくとか久しぶりに3人揃えまして、まずこちらからどうぞ。3度の飯より昼寝が好きな西方です。わーわー、はいはい、胸板の薄さに定評のある丸りですやめてよはい、主成分はラーメンとパンと、この時期はもっぱらジェラートの土田舞香です。わー、3人でお送りしたいと思います。で、この3人の間にイケメンが座っておりますね。よ、よ、イケメン初めて聞きました、はい、本日のゲストはですね、イラストレーターの佐々木トシさん、トシさん、トシさんで大丈夫ですか？トシさんで大丈夫ですか？うるさい、佐々木さん